水。なんで？嘘。そこまで登らなきゃ。Thank you.
これでバッテリーをショートさせれば。また来たのか。飛べ。どうして飛ばない。お前は飛べる、そのはずだ。飛んでみろ。もう諦めたのか。もう諦めた。違う。私はもっと飛びたい。風を切るあの瞬間、空しか見えなくなるあの瞬間、背中がバーを越え重力を感じなくなる瞬間、私はあの瞬間が好き。失いたくない。失いたくはなかった。ミキ、やっぱり危険だって。人体やっちゃってたんでしょ。優勝候補のプレッシャーってやつ、練習詰め込みすぎたんじゃないの。これで私が繰り上げ出場よね。外野の声なんかどうでもいい。私は私の力で飛びたいだけ。飛んでみろ。お前にはできるはずだ。その人はそう言って。でも開けたって、あいつはいない。だけど同じ、前へ進めばいつか。
助け。お父さん、お母さん、これは誰の血なの？暖かい。生きている。この血は一体。ちょっとごめんね。生徒手帳。アナスタシア。それじゃ、この血は。だけど放っておくわけにもいかない。医療室。ここだ。いるの？人の声。誰？いるの？
からだ。そこに誰かいるの？まだ他にも逃げ遅れた人がいたんだ。そこに誰かいるの？この隔壁は開かないと思うわ。こちら側の壁が崩落しているから。そうなんだ。じゃあ、わかった。別の方法を探す。え？でも。大丈夫、なんとかするから待ってて。下に空洞がある。Thank you.
一人で上がれるから。え？私はミキ。私はオルガ。よかった、誰かに出会えて。もう誰もいないと思ってたわ。私も。向こうにも一人いるの。病気みたいで意識が戻らなくて。病気？わからないけど、だから私医療キットを探していて。どんな症状？わからないけれど、そこに案内して。使い方知ってるの？父が医者だから使い方がわかるだけ。どうしたの？